どうも、アメーガル結社の宮迫です。さあ、昨日、公開しました、有頂天レストラン。すごい規模でやった番組なんですけども、番組としては大成功ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。すごかった。まあ、そうですね、昭和のテレビ、昭和のテレビの特番のような規模で、YouTube 内で番組をしてみたいということで、それに協力していただいたいろんなスポンサーさんとか、もう制作会社とか、いろんな、もう本当にたくさんの人たちの協力のもと、実現することができまして、もちろんゲストに来ていただいたデヴィ夫人もそうですけども、もう今のそうですね、コロナ禍でいろいろ抑えな、ダメだっていう、このテレビ業界も、なんかどっか超えれるようなものを作りたいというみんなの思いで実現した番組だったので、本当にね、ウィンウィンウィンもそうでしたけど、よりもだいぶ緊張しましたね。してましたね。いやー、すごかった、ね。ものすごいプレッシャーでした。全然寝れなかった。もちろん鈴木拓がね、ちょっと面白いラジオ出してくれて、そうですね。あんまり言えないですけど、途中タク君が言った一言でデヴィ夫人がまあまあマジギレするみんなでデヴィ夫人をフォローするみたいなねいうシーンはあるんですけど、そこは放送では乗っかってないです。何失礼なやつばみたいなことになったんですけども、そこはもうそれはすいません、面白いと思って言ってたことなのでみたいなとこもありながらの空気感全部含めて面白い番組になったと思います。超一流の料理人同士の本当にプライドをかけた戦いなので、うん、今ここから裏側が流れます、はい、裏側を見ていただいて、さらにちょっと興味を持っていただいて、また見たいというお声がたくさんあったらまたやりたいと思いますので、一旦裏側の方をご覧ください。どうぞ。宮迫です。宮迫さん、はい、ついに当日ですね。そうやな。いかがですか。ちょっと今確認してるから、はい、やめてほしいね。何ですか。確認を。いや、ほんまにやめてほしいね。確認してるから大変やから。一大プロジェクトやから。さあ、それでは今夜の天候の登場です。ただ M とともに、後ろのステージ、LED がつきましてバカッと割れまして、そこから料理人登場して、宮迫さんたちの前に板つくと。メイク室空いてるんで、良きタイミングで。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。さあ、もうやるしかないでしょう。すごいですよ、セットも。ウィンウィンウィンを超えるとは思ってなかったんですけど、余裕で超えてます。いや、あとでちょっと見に行きましょう。はい、びっくりされると思いますので、皆さんちょっと焦ってますまあ、何回も言うけど、はい、俺は知らんでこの話が立ち上がった時から大丈夫かっていう話を俺はずっとしてるから、今から言うと俺は知らんで。大丈夫です。やってみましょう。うまか。いや、頑張るよ。ただすごいから。はい。すごいシェフの方がすごいもん作るから。しかももう今もコロナ禍でいろんな場所がもう大変な状態。だからこそコロナをね、とうまく付き合えるようになった時に、もう一度僕も V 字回復するための宣伝として。この番組で盛り上げたいんですよ。もうね、大好きなお店とか、そんななくなるはずのないようなお店がどんどん潰れてしまったりとかしている現状があるから、もうね、ここで盛り上げて、このパワーを貯めてドーンとみんなで行きましょう。その勢いつけるためにも、なんとか成功させましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、頑張りましょう。じゃあセット見に行きましょう。はい。はい、どうぞ。あ、すいません。お久しぶり。お疲れ様です。すごいお父さんみたいなシャツ着てる。いや、この後ちょっと着ます。すいません。ごめんね。はい。本当に、タックにかかってますので。すいません。なんか、ちょっと台本見たらびっくりしちゃった。
いや俺言うてんで、はい、あの大丈夫かなって言ったけどあの、はい、スタッフさんが、はい、あのなんか某番組でアイドルのなんか仕切りをやってると、はい、やってました、そうそうそう、やってたから、はい、あの十分できると思いますって言うて、はい、渡された台本に鈴木鈴木鈴木とかやってたら、これ大丈夫ってもう一回言われたら大丈夫、はい、ということなので、はい、あのお願いします。多分スタッフさん僕のことあんま知らないんだと思います。大丈夫、いや俺最初に言ってんで、あの、はい、あの事務所どこやったっけ、はい、あの人力車です、人力車でしょ、はい、人力車にあのもっと会った人おるんちゃうかって話をしたんやけど、はい、あれ一人いたんですけど、ね、言うなし。そこがええかなっていう話は、はい、結構前からこの話は進んでたから、はい、その頃はいけんじゃないかなっていう話、はい、それがなんかこんなんかごめんな、いえちょっとまあそうなんですけど、あのそれを直で俺に言うのやめてもらっていいですか。そうおかしいんですか。でももう、はい、あのその人を、はい、もう渡部の香りや。そうですか。僕、こんな言うのあれですけど、渡辺さん一番嫌いだったんですよ。やめなさい。はい、すいません、すいません、お願いします。お願いします。すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません。失礼します。失礼します。面白いな。いや、面白い。楽しみですね。楽しみやな。頑張ろう。はい。ちょっと、あの、セットしてもらったのかっていうのは。はい。ちょっとだけね。うん、そんなに変じゃなかったですか。そんな、うん、ちょっとなんか風に吹かれてる感じだっけぐらい。実はですね、うん、一切風に吹かれてないですよ。そうなんだ。じゃあメイクしてもらって我々も頑張りましょう。はい。メイクもしてね。メイクも自分で。毎回メイク自分でされますよね。昔からです、これは。はい、はい、はい、じゃあ、フォーリングの橋です。うわぁ、よろしくお願いします。すごい、本物。すみません、お願いします。もうご一緒できて、油身が余る光栄です。うわ、すごい。仕上がってる。無料承認します。よろしくお願いします。楽しみにしております。楽しみにしております、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ハッシーさん、可愛らしい格好して。あー、すいません。よし、やりましょう。お、やりましょう。いよいよ本物のね、生のスタジオとご対面ですよ。そうですよ、僕は写真でしか見てないですから、はい、写真で見た時でも引いてたんですけども、はい、さらに、すごくなってるというのは聞いておりますので、逆に不安です。これ YouTube ですよね。いや、もう本当に宮迫ですチャンネルで流すためだけのものですよね。そうです、はい、ええんかな、そんなことして。それをね、ちょっと念頭に入れた状態でこのセットを、ね、あとこういうのを徹底的にやっております。はい、え、35.3 大丈夫です。はい、セットをちょっと、はい、セットを見させていただきましょう。失礼します。うわ、なんか懐かしい。失礼します。じゃあ懐かしいは こんな感じ。 TMC なんてもう3年ぶりぐらい。あ、そうなんですね。久しぶりです。確かに、あんまりそうですね。なんて言っているかもう分かる。何度でも言った。すいません。失礼します。ちょっとセット見てください。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セットセット、あ、ちょっと一回セット見て。お願いします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 。これはあかん。これはやりすぎやろ。いやー、これちょっとあかん。やめないですよ、もう。一回戻ろう。これはあかんやろ。一回戻ろうとかないんですよ。いや、YouTube やで、これ。違う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 。これ、あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これ、ダメですよね。これ、はい、最近のテレビ超えてますよね。超えてますね。セットが。はい、あら、大丈夫かな。ただもう、この皆さんの、もうこのトップシェフたちの対決は、やっぱさ、見たいですし、いや、それはそうなんですけど、YouTube でやることじゃないですよね。
まあ、ちょっとあのこの番組をきっかけにいろんなところを盛り上げていきたいなというきっかけの番組なので皆さん協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。今回一緒に解説の、はい、森田さん、はい、どうぞよろしくお願いします。宮迫さん一度来ていただいたことがありまして。あ、もちろんどうぞ。はい、その今でよかったです。はい、じゃあじゃあ、いいあのお店には行かせていただきました。ちょっとあの解説の方よろしくお願いします。はい、あのしっかりと料理人の気持ちを伝えたいなと思います、はい、お願いいたします。お願いします。お願いします。楽しみ。ハッシーさんとね、はい、お二人でちょっといろいろ解説をしていただいて、ハッシーさん、お二人で解説をいろいろしていただいて、心強いですよ。ただあなたたち二人も、はい、あの現場でシェフの方の横で何がしかあった時のちゃんとね、レポートを、レポートしますよね。はい、はい、今回我々もアシスタントさせていただきますんで、はい、そうですよ、かかってますからだいぶ、はい、いやもうそれ以上言わないでください、はい、やめてください。え、やめてください。まあ、あのいわゆるいわゆるテレビ番組ではないので、はい、あくまであの YouTube チャンネルではもうとあの失敗したらやり直しはいくらでもできますよ。よかったよかったよかった。そう、ただそこをやり直しをした時にあのデビュー不振が起こったりする。ああ何の待ち時間とかなる可能性があるから、はい、そこは気をつけて。分かりました。一番気を使わなかったのはデビュー不振。すみません、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。やばくないですか。ちょっと やばいわ、俺ちょっとほんま不安になってきたわ。これ YouTube 宮迫ですチャンネルでこれやってんねん。はい、そういう。で、ウィンウィンウィンってどっかでなんかほら、あっちゃんとチャンネルのわけわけやからさ、計400万登録ぐらいの、以上か、はい、以上の人たち、500万登録近かったわね。それの中の企画やったけど、今回うちのチャンネルだけやからさ、俺知らないよ。怖え。さあ本番始まります。はい、行きましょう。よっ、もうよろしければ。では参ります。宮坂さんまで5秒前。4、3、2。では始めましょうか。オバレズラキュイジーヌ。ありがとうございます。ではオープニング以上になります。ありがとうございます。ではたくさんと一緒にオープニングトークになります。オバレズラキュイジーヌ。オバレズラキュイジーヌ。一生言わへんで。オバレズラ、オバレズラ。今のね、オープニングもりょうさんが。はい。なんか、長谷さんじゃあ。気持ちいいね。あの BGM 作ったの？うん。気持ちいいね。すごいね。毎回流れるわけですから。はい、とっても嬉しいです。はい、すごいな、うん。これも急ピッチで作ったもんな。一週間ぐらい作った。すげえな、マジ。腹立ってきたわ。悔しい。宮迫さんのコメントまで5秒前。4、3、2。異種格闘料理スタジアム宇頂天レストランへようこそ。私、当スタジアムの支配人宮迫です。そして、副支配人の鈴木です。今夜も若き料理人をお連れいたしました。はい、見事モンスターシェフに打ち勝ち、栄えあるモンスターの称号を手にする料理人は現れるのでしょうか。はい、副社員、はい、なかなかお気に入ったセリフですね。はい、行きますか。では、はい、行きましょう。はい、それでは早速今夜のチャレンジャーの登場です。でも緊張しすぎやん。いや、緊張しました。こんな緊張するじゃないですか。俺こんなつもりで来てなかったんですよ。いや、分かってるよ。緊張してるか。もうあの、はい、タクのセリフずっと俺言うてたから。そうですよ。そうなんですか。はい、そうです。無理や、いや無理やと思ったから。全部俺がやってたね。はい、全部言ってもらう。いいコンビネーションですね。じゃあ、なんか分からないようにしてくれました。すいません、本当に。あんな初っ端から川田さんを長瀬さんって言うと思ってないから。間違えてましたね、こっちとしては、はい、逆向いてるよこの人と思いながら、はい、びっくりしました。出てきたから。出てきたから出てきた方を指さしたらいいんだろう。違います、カンペ出てますから。そうです、お願いします。すいません、もうちょっと落ち着いております。はい、すいません。めっちゃいい感じです。面白い。お久しぶり。お元気そうで何よりで。ございます。もう出演いただきました。ありがとうございます。いや、ちょっと
あのセット見て僕は引いてしまう。すごいですね、豪華、はい、YouTube の撮影と思えない。そうなんですよ、ね、ちょっとやりすぎてちょっと引いてしまってるんですけど。あ、そうなの、はい、シェフの方々。でも豪華はいい、豪華でいいじゃないですか。いや、もうそのこのセットに、あのデビュー夫人をお招きするのにあたって、このセットはあのうまくいけたかなと。確かに、そう考えるとね。そうですね。もうだから、もう今回もちょっと本当に美味しいレストランに来たつもりで、あのそのお食事を楽しんでいただければと思います。私も楽しみにしてますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。5分であの、はい、どんなものができるのが不思議。そうなんですよ、白ガツオですけど、旬なものではあるとはいえ、和食とフレンチで5分で何を作るんですかね。え、楽しみです本当に。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱ気品だね。すごいすごいすごい、オーラがエグい。オーラやばいっす。めちゃめちゃいい香りするやろ。めっちゃいい匂いします。すげー、いつお会いしても素敵な。すいません、お待たせしました、はい、スタンバイお願いします。はい、アシスタントも頑張ります。はい、何しよう。緊張すぎて、2人とも何しようか。料理人の方の料理の様子を僕らが生でリアルタイムで実況しますので、はい、もう我々もね、トークぶった切って、もう料理人の見せ場をちょっと作ってあげないといけないんで。そうですね、はい、はい、我々にかかってるんでね、はい、はい、頑張ります。もういいでしょうか。お二人も、はい、お願いします。宮坂さん、はい、長瀬シェフ、なんかオリーブとかおしゃれな食材、今ミキサーにかけてますね。オリーブ、はい、まあ、フランス料理ですかね。オリーブ、すごい。あれはおそらくソースを作るんですが、カプナード風ですかね。カプナード、カプナード、ペースト状のものですかね。粘土のある辺商品だけですかね。あの中には、あ、今何入れてますか。あれ何でしょう、あれ何でしょう、梅肉を入れてみたいです。梅肉、はい、梅肉、はい、そこまで5ミニッツクッキング終了でございます。いやー、めちゃくちゃ緊張しました。どうでした、おりょうさん。いや、あの、でも、ギターについてます。本当ですか。はい、あやとくんギターについてます。あやとくんは、お兄ちゃんは、ギターについてます。ギターにはついてなかったということで。タイミングがね、なかなか難しいですね。どのタイミングで入っていいのかっていうのがね、仕込んでいいのかっていう。いやー、そのシェフの緊張感がこっちまで伝わってきて、やっぱりね。いや、すごかった。こんなの初めてだもんね。初めてとりあえず、5ミニッツの分は終わりましたが、いかがでしたか。まあ、今これから試食ですから、はい、いや、楽しみですよ。5分でどれだけの料理を完成させているのか。はい、これ割どうでしたか。隅錦戸のパフォーマンスいかがでしたでしょうか。まあ、別に悪くはデブ夫人が喋り出した時にかぶって、あやとかなんかかぶってたので、それはちょっと、いや、俺、夫人の話聞きたかったから。そこはちょっと空気読んで、なんかまだかとかなってほしかったけど、なんかこのあとセカンドステージは30、もう30分ですから。そうですね、時間が延びますから。そうかそうか、繋がないと。そう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 、はい、10分前までね、 YouTube から好きにやったらええねん言ってたんですよ。だから、ね、でもこの YouTube クオリティじゃないもん、はい、すごいな、そのチャンネルだからね。そうそうそう、だからウィンウィンでさ、階段は増やすのでどれだけ金がかかるの分かってるから、ね、この階段むちゃくちゃ金かかってる。本当そうですよ、ね、すごいな。ウィンウィンの日じゃないってはずです。日じゃないよ。あ、今聞きました。そのお金かかった階段もいけようと。1段上げるだけで、あの全部のセット上げないとダメなので、うん、百万違うんですよ。なので、この階段むちゃくちゃ金かかってます。本当、あの上の階段がなかったら、階段つけることで、あの多分全万変わってきてます、ね、全万変わってるよね。変わってます。いやー、ちょっとやりすぎてますね、これ。頑張っております。頑張っております。もう緊張してないでしょ。いや、もうすっごい、まあ、カタカナ続いちゃうと、もうジェットコースターこう上がっていく感じなんですよね。来た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 、言うときに台本にカタカナがあると、はい、カタカナあると。普段言わないことばっかりですもんね。それ乗り越えたと思ったら、もう美しくと美味しくを間違えちゃった。
いやこれはいるでしょう。全然慣れないですね。はい、お待たせいたしました。お願いします。お願いします。行きましょう。これ胃がおかしくなりそうだね。宇宙天レストランバトルセカンドラウンド10万円ワンディッシュ対決スタートです。なかなか食べることないですか。そうですね、うん、いやシャトーブリアン関しては豪華に今伊勢海老を入れ始めましたね。あとはカツオの出汁を今煮出してます。これシリカ杉で取った出汁らしいです。でファイナルジャッジになります。たくさんまで5秒前4、3、2。宇宙天レストラン天空へ舞い上がる味を極めた勝者は。お疲れ様でございました。素晴らしかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや素晴らしい時間でしたね。無事に1本はいだったね。いやすごかったですよやっぱり。いや面白かったです。うん、緊張感もちゃんとありましたね。あったね。はい、緊張したわ。いやと思います。あなたほどじゃないけど。はい、今回ですね出演いただいた料理人お二方にはいいただいております。ありがとうございました。ありがとうございます。第1回にふさわしい戦いだったと思います。恐縮です。素晴らしいものを食させていただきました。ありがとうございます。お二人とも本当に今大会ありがとうございました。ありがとうございました。いや緊張感が半端やないね。もちろんその番組が初回というのもあるけど、ただその料理人同士のこのせめぎ合いとか、やっぱり一流の料理人の方って負けず嫌いですから、ね、やっぱこの勝ち負けが判断される時の空気感っていうのはね、やっぱうわっていうのが。そうですね。そうですね。すごかったです。ただねもうこれね、本当は勝ち負けなんてなかったりもするんです。なるほど。はいはい、まるであのね、あの違うジャンルの2人ですから、はい、違うんですけども、まあ審査してる方はね、あの楽しんでるだけじゃないんです。めっちゃ緊張してますから。やっぱりその決めないといけませんから。いやでもあのすごいものを堪能させてもらいました。ありがとうございます。その緊張感もあってすごい素敵な番組になったと、はい、思いますね。素晴らしい。もう一本あるんですよ。もうヘトヘトなんですけど、ね、もう一本ある。はい。もう一本ね収録ありますけれども。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。はい、ありがとうございます。頑張ろうね、あとね。我々もアシスト頑張ります。頼むよ。はい。はい。休憩時間中ですけれども。どういう表情なんですか。すごい険しい顔です。それからずっとこうです。ね、ずっと険しい顔で、はい。一流のシェフが作るものを。うまいに決まってるこっちも、はいはい、それに優劣をつけるっていうことを、はい、なんか言うのが失礼やなと思って何よりも俺支配人っていう設定やねん。そう支配人、はいはいはい、なんで食うて勝者とか言うてんの。支配人や別の審査員入れてくれんと、はい、おかしいやん審査員がど真ん中で。いや宮迫さんも言うのがもう辛くて逃げようとしてるだけじゃないですか。辛い。さっきの前もミニスの時すごい美味しそうに食べてらっしゃいましたけどね。そうなんです、はい、で美味しいのは決まってるじゃないですか、はいはいはい、そんなことは100も承知で、はい、とこれ言うのまた違うジャンルの、はい、方々なわけでしょ。そうですね、決めようがないですよね。メートル層とかじゃないからさ、はい、それ言ってることは分かるんですけど、うん、2ヶ月前に言ってください、それは。本番始まったら言わないでください。こんなに悩むと思ってない。そうですね。そうでしたね。いや、でも、森田さんのコメント力もすごくないですか。本当すごいです。めちゃめちゃすごいですよね。宮迫さんにね、拾っていただいて、本当。できてました？森田さんもすごい方やのに、はいね、デビューと最初に。初っ端で挨拶言われたのが、はい、あとダチョウみたいな。ダチョウみたいな。ダチョウみたいな頭してるわ。でも嫌いじゃないって言ってました。そういう頭嫌いじゃない。変なコメント挟むのやめて。でも僕ですか？ところどころ入ってないけど、はい。毎回僕が喋った後、トン見ると宮迫さんが失笑してる。それで、それで、あ、なんか失笑してるなって。そうでした。
もしかしてあれ使うんですかねっつって使うやろ切ったやつを食材を食材をもしかして使うから切ってやろう何切ってからバンしてんのもしかしたら使わないかもしれないですからそうですね切ってやめる可能性があるあのシェフも鼻で結構笑ってましたさあねもう少し収録がありますんでありますよ、はい、頑張りましょう頑張りましょう頑張りましょう、よろしくお願いします、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れたね。全工程終了でございます。終了やね。はい、疲れたけどね。はい、51の俺が疲れて打てられないからね。いや出ていただいるデヴィ夫人がすごく元気よく帰っていかれたので。いや、すごかったですね。そうでしたね。やっぱな。81歳。別の生き物すごいと思うわあの方毎晩2時3時までシャンパン飲んで2本ぐらい開けて翌朝7時ぐらいに出ていくんですって仕事ですごい今後も続けていきたいと思いますのでぜひとも皆さんご覧ください、はい非常に楽しい番組だと思いますというわけで疲れた。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、というわけで、まあいろいろあった中で、一応成功という形で、収録終わりまして、はい、公開も終わりまして、はい皆さんがまた見たいという熱い思いをいっぱい届けていただけましたら、またスポンサーさんもついていただいて、もう一度。二度三度この特番という形ですけどもやれることになるかもしれませんので皆さんぜひ今後とも高評価並びにチャンネル登録も含めてこの番組のなんかいろいろ何やったらいろいろあちこち皆さん宣伝もしてくださいそうですね、うん、YouTube という中でいろんなこういう大きなことがいろいろやっていけるような流れを作りたいと思いますので皆さん、ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ます。堤錦戸どうでした、宮迫さん。え？どうでした？怖い。カットの後のちょっとそれあったらいいかなと思っただけです。怖い。いやたまにあるじゃないですか。堤錦戸どうでした？いや怖い。よかったよかった。あら優しい。よかったよ。緊張したな。うん。いい大丈夫だ本当に。はい。頑張ろう。Yes.